忍者 ZX-12R とは2000年に川崎重工業が開発発表した日本国外への輸出用の大型自動二輪車。開発当時ノーマルの状態で時速 300km オーバーを達成する世界最速の市販車として知られていた鈴木の GSX-1300R ハイアブサから世界最速の座をダッシュすべく開発された。 新開発の水冷4ストローク並列4気筒 1199cc、最高出力 181PS、最大トルク 14kgm を発揮するエンジンをメインパイプ内にエアクリーナーをレイアウトするバックボーンフレームに搭載。リアタイヤには市販車発となる 250R17 の極太サイズが採用された。ZX-12R、はやぶさと。 時速 300km のパイオニアとも言えるホンダの CBR1100XX スーパーブラックバードの3機種はメガスポーツという新たなジャンルを切り開いていった。非公式ではあるが時速 350km メーターを振り切り、実速でも時速 320km 以上の実力を持っている。時速 300km 以上で走り続けることを前提にした。 空力設計により、ライダーに当たる風も少なく、楽に時速 300km オーバーを実現する。また、一般道での乗りづらさにもつながっている合成感ではあるが、その速度域でのスラロームさえ可能とする唯一のマシンであった。ヨーロッパのコースで最高速時速 308km を記録したことから、ハヤブサとのさらなる最高速競争が勃発するものと思われた。 しかし、これを危険と判断した関係機関により2001年に欧州市場で始まった時速 300km 自主規制のためスピードリミッターが装備されることとなった。同一条件下で五軸出力チェックをすると、ハヤブサや ZZR1400 を量駕することも多い。個体差のある同車両に中でも状態の良い車両での特殊な事例となるが、 ZZR1400 を集めたパワーチェック大会にゲスト参加した同車両が1位と2位を独占したこともあった。初期型は非常にピーキーで扱いが難しいエンジンや神経質なハンドリングなど扱いやすいと評されたライバルのハヤと対照的にライダーに高度なテクニックが要求された。2002年モデルよりエンジンや外装、足回り、 ギア比などを中心に200カ所以上の大幅なモディファイを実施。ニュートラルとなったエンジン特性やハンドリングへ改善し、峠道などでのワインディング走行も存分に楽しめるようなセッティングになっている。アフターパーツも豊富にあり、コーナリング性能と最高速性能が共存するモデルとなっている。2004年モデルから同社のスーパースポーツモデルである。 ZX-10R 譲りのラジアルマウントブレーキキャリパーが採用されている。駅のビット数も倍になり、高所でのアイドリングも安定し、アフターパーツによるリミッター解除も難しいモデルであることから、時速 300km までの速度域での快適性を進めたモデルとなっている。日本国外では、 ZX-12R 用エンジンを搭載したスポーツカーが販売されており、ZX-12R に搭載されたエンジンは日本円にして60万円程度で単体購入することができる。そのためエンジン全体に重大な損傷を被った場合でもエンジンだけ交換することができる。川崎重工からも同エンジンを採用した水上オートバイが発売されている。 川崎のフラッグシップを担ってきたが、その過激な性能とイメージからビジネスとして成功したとは言えず、方向転換を迫られることとなり、直接の後継車種ではないが、ツーリングやタンデムなどにも耐えうる ZZR シリーズが復活し、ZZR1400 にフラッグシップの座を譲り、2006年をもって生産終了となった。 川崎 ZX-10R ニュース出版、ハイパーバイクボリューム11、東京都2005年8月8日、182ページ、ISBN4 から891073381、89 ZZR1400 パワーチェック大会、ありがとうございます。